皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ルートレス山崎です。本日の動画は地中に刺したピーナッツを食べに来る野鳥たちの動画です。このチャンネルではこの地中に刺したピーナッツを使ったバードフィーダーの作り方動画も公開しております。興味のある方は概要欄にリンクを貼っておきますのでご覧ください。我が家の庭にピーナッツを食べに来る野鳥はスズメ、シジュウカラ、ゴジュウカラ、ハシブトガラなどです。以前は我が家でもピーナッツリースを作ってぶら下げていました。その時に作ったピーナッツリースは殻付きピーナッツを10個ほどで針金に刺して作った小さなリースだったので、鳥が止まった時に大きく揺れてしまい、とても不安定なものでした。ピーナッツリースはある程度の大きさがないと鳥たちが止まった時に安定しないので、大きく作るためには殻付きピーナッツがたくさん必要になります。殻付きピーナッツは野鳥たちにあげる普段の餌としてはひまわりの種に比べてお高いので、私のお財布事情を考え大量にあげることができませんでした。そこで考えたのが園芸用の支柱に刺した殻付きピーナッツです。これならご覧いただいているように3個から5個ほどの殻付きピーナッツでもフラフラせずに安定した状態で与えることができます。ピーナッツリースよりもこの支柱に刺したピーナッツが優れていると思っている点は、ピーナッツの補充が簡単にできるという点です。鳥たちが中身のピーナッツを食べ終わり、殻だけになったものを取り除くには上から抜いてあげれば殻だけ取り除くことができます。刺してある殻付きピーナッツが少ないので、一度全部抜いて刺し直すのもさほど手間はかかりません。ピーナッツリースの場合、輪っかに留めてある針金を解くか、ニッパーなどで針金を切らないと新しいピーナッツを足すことはできませんが、地中に刺す方法ならピーナッツリースに比べ簡単に補充できます。中身がなくなった殻を外す方法として、ピーナッツリースでもこの地中に刺したピーナッツでもできる共通の方法として、殻を押しつぶして取り除く方法もありますが、割れた殻が飛び散り着ている洋服の生地につくと繊維に絡んでしまって取りづらいことがあるので、私的にはあまりおすすめしません。ゴジュウカラさんのくちばしは殻の中のピーナッツを食べるのにうってつけだね。ゴジュウカラさんは木の樹皮の下や木の割れ目に隠れている虫を尖ったくちばしでほじくり出して捕まえているので、ピーナッツを殻から取り出すことなんて得意中の得意。尖ったくちばしでガンガン突っつき、ピーナッツを砕いて食べます。勢いよくピーナッツを砕くので小さなかけらが周りに飛び散り、
それを目当てにスズメさんたちが集まってきます。スズメさんの食べ方はちょっと強引、くちばしでつついて中のピーナッツを食べようとしていますが、50から3のようにはいきません。そうなると中身のピーナッツをくちばしで挟んで引っ張り出そうとしますが、なかなか殻からピーナッツが出てきません。強引に中身のピーナッツを引っ張り出そうとジタバタするスズメさんがとっても可愛いんです。頑張れスズメさん。みんなが何かに驚いて一斉に木の枝の中に避難しますが、一羽だけ全然気にしていないスズメさん。どこの世界にもいるのんびり屋さん、このまま気づかずに食べ続けるのかな。本日の動画はいかがだったでしょうか。一生懸命にピーナッツを食べようと悪戦苦闘するスズメさんが可愛かったですね。連日春の陽気が続いているので、そろそろ水飲み場も兼ねてバードバスを出してみようかと思っています。水浴びするにはちょっと早いかな。それでは皆さん、最後までお付き合いいただきありがとうございました。この動画が気に入っていただけたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。したっけね。